はい、こんにちは。今回は90人を超える歴代の日本人世界王者の中で最多防衛記録や最多 KO 勝利などの数々の記録を紹介いたします。沖縄の興南高校卒業後プロデビューした具志堅選手はデビューして2年4ヶ月で世界挑戦いたします。世界王者のファン・グスマンはリトル・ファーマンと呼ばれ21勝15 KO 1敗うち初回 KO 勝ちが11度という強打の王者です。具志堅選手は序盤から軽快に動き回り一発を狙う王者を回転の速い連打で圧倒しダウンを奪っていきます。冠鷲と呼ばれた具志堅選手はその異名通り相手がひるむと一気にラッシュをかけ猛烈なパンチを振るい続けるのです。強打のグスマンから奪った世界王座を具志堅選手は13度防衛いたしました。この防衛回数は未だに破られていない日本ボクシング界の記録でございます。モンシャン・マハチャイとの防衛戦では凄まじい攻撃を上下に放ち最後は得意の左ストレートから右フックを返し相手を失神させました。永遠のチャンピオン大場選手が尊敬し慕っていたのが小林宏選手です。小林選手は10敗しましたが負けるたびに技術を磨いたボクサーで雑草と呼ばれていました。小林選手は59戦目で世界タイトルに挑戦しましたが世界王者は精密機械と呼ばれていた沼田選手でした。小林選手は打たせずに打つボクシングやクロスカウンターを得意とするようになりますがその技術を会得するまで経験が必要でした。一進一退で迎えた第6ラウンドに雑草が精密機械からダウンを奪います。そして終盤の12ラウンドに初の日本人同士の世界戦に終止符が打たれます。世界王者になった3年後には WBA 世界フェザー級王者西条選手との世界王者同士の夢の対決が実現しました。西条選手はスピードと手数で上回りますが小林選手はテクニックと試合運びに長けており試合は非常にレベルの高い展開で終始しました。お互い防御の技術が高いため決定打が出ないまま試合は判定決着となりました。
西条選手に勝利した翌年7月に、小林選手は世界王座から陥落いたしました。そして10月にパナマでロベルト・ジュランとの試合を最後に引退したのですが、試合数は実に75試合を数え、歴代日本人の世界王者では最多試合数です。そして勝利数は海老原選手に続いて第2位の61勝を数えました。日本人初の世界4階級制覇を達成した井岡一翔選手は、攻撃と防御のバランスに秀でており、攻撃では上下に打ち分けるコンビネーションが素晴らしいと感じます。距離感もよく、中間距離の攻防でカウンターなどで相手を崩し、連打で仕留めることが多いのです。連打を打っている最中も防御を心がけるので、打ち合いの中でもあまりパンチをもらわないのです。井岡選手の防御はこれまでの日本人ボクサーの中で一番優れていると感じます。ガードがしっかりしているので被弾数が少なく、パンチが打ち終わった後にすぐにガードに戻っているので、打ち合いでもあまりパンチをもらわないのです。もちろんガードだけでなく、相手のパンチを見切って避ける技術も優れております。さらに防御からすぐに攻撃に転じることもできるし、攻撃から防御に転じることができるのが井岡選手の強みなのです。2019年6月、井岡選手はアストン・パリクテと WBO 世界スーパーフライ級王座決定戦を行いました。パリクテは以前井岡選手に勝ったアムナと同様リーチが長く、その上パワーがある怖い相手です。パリクテの連打はパワーがあり、被弾するとダメージをもらいますが、井岡選手はガードや上体の動きを使って対応しようといたします。17歳の誕生日の15日後にプロデビューした井岡弘樹選手は、18歳9ヶ月の時に初代ミニマム級王座をタイのマイ・トンブリフラムと争いました。井岡選手は8戦全勝、トンブリフラムは19戦18勝1敗、加えてタイ式ボクシングを108戦経験しております。長身の井岡選手がアウトボクシングでポイントを奪い、トンブリフラムが入ってきても迎え撃ち、井岡選手のペースで試合は進んでいき、試合は判定に持ち越されました。海老原選手はファイティング原田選手、青木選手とともにフライ級サンバガラスと呼ばれ、将来を期待されておりました。
青木選手や中村選手、チャチャイ千代の湯を破って世界王座に挑戦しました。天性のリズムと絶妙のタイミングから放たれる左ストレートはカミソリパンチと呼ばれ、33の KO 勝利を積み重ねました。海老原選手はその強打から拳の骨折を7回経験したのですが、精神力と根性が尋常ではなく、試合中に拳を骨折しても試合終了まで耐えることもあったのです。